おお、湧いてる。やばい、ちょっと待って待って待って。おお、マイガー。おお、おお、ちょっとリロードしてる暇ないかも。いや、ないね、ないね、ないね。やばい、やばい、あー死ぬ。どうする、回復してお邪魔します。やばい、なんだ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 、はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は、AR で2番目に解除されるランパートをちょっと解説しようと思います。でこのランパート、まあみんな結構威力がね高いんですごい強いって言われてるかもしれないんですけど、僕的にね、まあいろいろな不便な点が多くて、僕的に何とも言えないんですけど、まあとにかく威力は高いんですけど、ブレが悪い、あ、ブレがすごくひどいのと、まあ集団率がめちゃくちゃ良くないんですよね。でカスタムなんですけど、まあ僕どうしようかなって選んだ結果、まあとりあえずこんな感じです。リフレックス大口径 FMJ グリップっていう。で僕的にこのランパートのカスタムはこれが一番いいよっていうのが今のところないですね。まず一個一個解説すると、まずアタッチメント大口径1つけてるじゃないですか。まあこれは必勝が威力上がるんで、まあこれはつけていいと思うんですよ。で大口径2がね、ちょっと僕身内で検証した時に、すごい範囲が狭い。大口径2の説明欄にはなんか胸より上だったかなって書いてあるんですよ。で本当にその通りで、なんか首あたりでしかその威力が上がんないんですね。だから大口径2はすごい範囲が狭いんで、僕的にこれつける意味あるのかなっていう感じなんですよね。まあつけたらつけたらこうたまにね、首元に当たった時は溶けるかもしれないんですけど、本当さ範囲が狭いんで何とも言えないところ。まあ別につけるのもいいと思うけど、僕的には他のつけようかなっていう感じです。で2番目が FMJ ですね。これはあのボディアーマーですね、つけてる敵に対して効果があるんで、まあそれ目的でつけてます。まあグリップは普通にグリップ、ハンドを押さえるため。まあとりあえずアタッチメントはこんな感じですかね。まあさらにアタッチメント増やしても僕いいと思うんで、まあその分こうパークとか削ったりねするのがいいと思います。まあね、これグリップつけててノーリコイルで、まあ、これほどブレるのでやっぱりすごくこう集団率が悪い、だから命中率が悪いんですよね。だから中距離とか遠距離 AR らしい距離で戦うときはやっぱり ICR とかにはやっぱ負けちゃうんですよ。でロンバレつけてないのは僕的にそもそもロンデックスこうブレがひどいからAR らしいこう中距離とか遠距離あんま狙わないかもしれないんですよね。だからロンバレ僕外してます。で三好でちょっと検証した時もロンバレなくても十分ね距離あったんで、はい、というわけで、マルチの方行ってみましょう。はい、というわけでやっていきましょう。コントロールになったね、新ルールのコントロールじゃん。こっち攻めなんで A と B の拠点を制圧しに行く感じですね。でこっちのライフ、このルールはブル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 、ライフが無限じゃないんで、左上に書いてある数字あと28回しか倒されちゃいけないってやつ。もう一人来るよね、厳しい。まあまあまあ A は多少なりは進められたから、もう一回戦隊行きましょうか。戦隊ない、多分青部屋の中にいるよね。こういう頭足がな、やっぱブレがひどいからなかなか倒せないね。タップ打ちでも倒せなくはないんだけど、そんなことするならね ICR とか別の武器使った方がいいじゃないかってなってしまうんだよな。おお、なんだなんだ、グレか。あークラスターは強いな、さすがに。お、敵のファイアブレイカーだね。ダメージ与えたぞ。いや、これは厳しいぞ、一旦引いて。敵の守り硬いな。で、こっちチーム、ライフがだいぶ減っちゃってるから。お、今の大口径は1の効果出たね、かな。うい。敵のアルファへの執念がすごいぞ、俺。あー、無理無理無理。ああいうのは打ち合わない方がいいですね。もう、ほんと、ダメージにステータスを極振りしたような銃なんで。ロマン武器。
火力でご利用してたみたいな銃だから、あんな繊細な動きはできないぞ。脳筋の方におすすめですね、この銃。スッワン、あれいない、よそ中か、やって手前にいるぞ、顔出してくるか、楽観的だと怖いな、リロードさせてほしい、キルス呼びたいね。なんでこっち来ないんだろう、危ない危ない危ない、戦闘キル出た、オッケー、どうしよっかな、ヘリ呼ぼうか、いや取っとこう、ちょっとここで耐える、敵のライフを減らす。あー死ぬ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 、どうする、あなんか敵突ってきてくれるぞ、やべ死にたくない、うわー生き残るよしよし、で敵はあと2人しかいない、敵はもうリスポーンができないから、オッケー、ラストワン、オッケーよく勝ってたな今の。15キル1です。うん、なかなか綺麗ですね、まあ、後半サーチ&デストロイみたいな感じでもう、死んじゃいけないから普通のリスポーンルールとかのような感覚とつっちゃダメですな。まあ今みたいに、まあ中距離近距離で、まあ火力でご利用しなんとかなる。さあヘリ呼んじゃおう、で俺いつを、うん、おお来たー気持ちいい最高だなマジで。あれそれストライクチーム呼んで、エルストーム強いな本作の、ほんと強い。さあ先端に赤点出てくる、味方がガンガン1点、もうここを、ヘリと屈強な男たち2人を呼んだんで、ここはガンガンいっちゃおう、もう敵の前線をどんどん下げるイメージで。やべこれは厳しい、左来るかな、お、なんか投げてきたね、一旦引こう、あれだねセンサーダートだ、ここは屈強な人に行ってもらおう、その先にいるんでお願いします、頼むぞ、 A なってる、 A 行こうか、あでもあっちにも屈強な人がいるからめっちゃ強いな、やってくれてるね。でここでヘルストーンをもう一回出しちゃう、ストライクチームを倒す音えぐいな、めちゃくちゃなんかゴリ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 ってるね、左かな多分、右全然いなかったから。さあ敵はもうリスポーンができない、さあアタックチョッパーもう一回出たんで、まあ、こういうところはタップ打ちで、敵はあと2人ですね、左来てないってことは右かセンターに行ったのかな、その辺出てくるんじゃない、まあ敵も時間ないんで突ってこないかな、この右にいる、あー惜しい、35の1、なんだこの試合やばいな、完璧じゃないか、おこれベイパーですね、僕この銃かなり好きなんでこの銃もなんか紹介したいな。まあ僕が今使ってるランパートと違ってかなり素直でバランス型が、うん、すごい使いやすい銃ですね、あれは。さあここに書きつつ、もうヘリ呼んじゃおう、さっきと同じで一気に畳みかけよう、これ。さあリロードする暇があるかな、ちょっとアナイアレーターで、あ死んでた、あぶね、あやばい解除しちゃった間違えて、うわボンミス、やっちゃおうそれ、やってくれたかな、ストライクチーム呼んで、もうあやばいラジコンだ、やばい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 、あぶね、味方を犠牲にしてしまった、すまない絶対行ったぞでも盾も中にいるな、どうする、でもセンサー、いやメッシュマインだね、よし男たち来たな、頼むぞ行ってくれ、すげえストライクチームメッシュマインもろともせず突っ込んでったね、どんだけ硬いんだあれ。さあそこから出てくるかな、
敵は戦闘機ヘリを落とそうとしてるっぽいから行ってる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 。うわー、この距離きついな。さすがにそこいるね。でも出ては来ないな。うん、どうしようかな。これでゾーンは取れたんで移動しましょうか。右の方に全体いるね。縦の人がとつってくれたね。さあ敵あともう13人なんで、おっと正面にあれが出てきた。シールドがガーディアンが置いてあるね。正面から入るのが難しいか。センターショット、やばい、リアクト、うわー、誰誰誰誰、なんだ、何が起きたんだ今。あ、普通に横から倒されたのか。さあヘルストーム当たるかな。 OK3 枚。敵はあと7人、7人倒したら終わり。51の2、これコントロールだよね。うおーやばい、今のかなりあれだね、威力の高さ出たね。あ、大口径2つけなくても全然こんな感じなんで、よいしょ。あと1枚外周にいる。さあハンドガンで倒して終了。56キル3です。うーん、ダメージ8000、目標15のスコア4580と。お疲れ様でした。いい、コントロールでかなり完璧なマッチができたんじゃないかな。まあ、こんな感じで脳筋におすすめです。火力ゴリ押しっていうロマン武器ですね。参考になったらぜひグッドボタン登録お願いします。お疲れ様です。We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, or